はい、アフターエフェクツを英語版で起動する方法ですが、とっても簡単です。今は英語版は使わないよという人も、やっとくとすぐ切り替えれるようになるので便利です。まず今日本語の AE が立ち上がってます。言語が日本語になってますね。AE を閉じます。Windows の方はメモ帳を開いて、内容は何でもいいです。このまま内容に文字を打たないで、空のままでいいので、名前をつけて保存をしましょう。ファイルから名前をつけて保存。ファイル名ですが、ae_force_english.text とつけてください。このファイル名が重要なので、間違いないように入力してください。保存場所は、ドキュメントの直下に保存してください。保存。これで ae_force_english.text というファイルがドキュメントに保存されました。この状態で AE を起動してみましょう。はい、AE が英語版で起動することができました。全部英語になってます。メニューとかも全て英語になってます。Mac をお使いの方は、これをメモ帳の代わりにテキストエディットのファイルを使って ae_force_english.text という名前で書類の直下に同じように保存してください。では日本語版に戻すには一度 AE を閉じます。このドキュメントに保存したテキストファイルを削除してしまってもいいんですけど、また英語版に切り替えることもあるでしょうから、ファイル名を ae_force_english.text から変更してください。何でもいいです。僕の場合、頭にアンダーバーを入れて変更します。すると名前が変わったので、このファイルは認識されなくなり、この状態で起動すれば日本語版の AE が起動します。起動してみます。はい、このように日本語版の AE が起動されているのがわかります。なのでこの場合、頭に入っているアンダーバーを消すか入れるかで英語版と日本語版に簡単に切り替えることができます。アフターエフェクツを英語版で使用するメリットはエラーが少なくなるという点です。AE が海外のソフトなので、あくまで英語版の起動が標準仕様となります。今後 AE の機能を拡張していくときにプラグインを使うと思いますが、プラグインも海外で開発されたものが多いので、英語版で使用するように作られています。なので英語版はエラーが少ないです。日本語版では単純にエラーが出て正常に使えないプラグインもあります。さらに英語版で作成された AEP ファイルでエクスプレッションを使用した場合、日本語版ではエラーが出るケースが多いです。参照しているパラメータ名の言語が違うためにエクスプレッションエラーが出ることが多いです。これを直すにはエクスプレッションの記述を日本語名に直していくか、AE を英語版で起動するかですが、今回紹介した AE を英語版で起動する方が簡単で確実な方法と言えます。基本的には英語版で作成された AEP ファイルは英語版で開くようにした方がいいです。それでは今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。